渡辺三郎からのこのビデオに対するメッセージです。今回このビデオを作るにあたって、僕自身好きに対する考えとしては、ターン全体の流れを見てほしいということがあります。ただその中で今回テーマに挙げたステッピング、ストレッチング、ベンディング、この3つのバス柔動作を使い分けることによって、条件状況の変化に対応することができ、幅広くスキーを楽しむことができるでしょう。スキーを回転させるための最もベーシックな要素はバス柔動作です。左右のスキーのエッジをスムースに切り替えるこのバス柔動作に注目してみましょう。実際にはスキー自体の動きはほんのわずかですが、どんな状況でも確実にエッジチェンジを行うには正確なバス柔動作が必要です。ステップではごく自然に歩く動作と同じ感覚で踏み蹴り動作を行います。この動作の強弱を変化させることによって、いろいろな斜面、雪質、スピードに対応することができます。切り替えの部分をよく見てください。まずステップのためのトレーニング方法から見ていきましょう。連続することによって、より正確なステップ動作を実感できます。上下動をあまり意識しないで、脚の動きを中心に滑ることがポイントです。谷スキーを開き出すことによって、谷スキーで雪面を捉え踏み蹴ります。体全体を使って大きな動作で滑ることがポイントです。脚と体全体を十分に使いこなせば、どんな斜面でも自由自在なスキーができます。ストレッチ動作では、体全体を大きく伸ばすことでターンのきっかけを作ります。
ストックをつきながら大きく息を吸い伸び上がります。整地された斜面ではこの技術が大いに生きてきます。ストレッチを素早く強く行うとジャンプ系のターンになります。山回りの後半、角付けを強めて次のターンへのきっかけをつかみます。急斜面ではストレッチする方向をより積極的に谷側に向けて上体が遅れないようにすることが大切です。ここでストレッチする方向が悪いと切り替えのタイミングが合わなかったりするので、谷に向かっていく思い切りの良さが必要です。スピード化すればジャンプやステップの要素も入ってきます。実践では3つのバツ十動作がさまざまに組み合わさり自動的な動きになっていきます。このバツ十方法はコブ斜面で特に有効な技術です。コブ斜面でのスピードを完全にコントロールした滑りをよく見てください。脚を曲げてバツ十し、脚を伸ばしながらスキーを雪面に押し付けてターンを仕上げます。この脚の曲げ伸ばし動作がポイントです。脚を曲げた時、上体とのバランスを見てください。脚を伸ばした時、しっかり雪面を捉えます。脚の曲げは自分から腰を下げないことが大切です。そして脚の伸ばしのタイミングが遅れないようにします。コブを滑ることによってベンディングの自然な動きが行われます。
ステップによるショートリズムでは、体全体を使って行うのではなく、谷足でのエッジングのリアクションを利用してバツ重しターンします。谷足の足場をしっかり作ることにより、スキーの回し始めが楽になります。ストレッチ動作によるものは、ロングターンに比べて上下動は小さくなります。交互操作の意識ではなく、同時的な操作が主体になります。動作を積極的に行うと、ジャンプ系のターンになり、スピードコントロールや急斜面に有効な技術となります。ベンディング動作によるものは、脚の曲げによるバツ重と伸ばしのタイミングをスムースに行うことがポイントです。特に腰が落ちてしまうと、ストレッチのタイミングになってしまいます。腰の位置を一定にすることが大切で、このような整地でもコブを意識して練習すると良いでしょう。コブの状況に応じて、ステップ、ストレッチ、ベンディングのバツ重動作を使い分けましょう。谷足の膝を山側に押し付けて、ズレの少ない斜角弧をしながら切る感覚を身につけます。膝の動きを変えることによって、スキーをずらす感覚と切る感覚を身につけます。斜角弧からストレッチ動作を連続することによって、自分でエッジコントロールができるようにします。山回り、バツ重、エッジチェンジまでを一本のスキーですることによって、脚と体を使うタイミングを覚えましょう。ゆっくりしたスピード、深い回転弧で行います。
ジャンプとストックワークのタイミングをマッチさせるトレーニングです。体をコンパクトにすることによって、膝や脚が自由に動きやすくなります。スキーを回す意識ではなく、角付けの強弱でターンします。正確なターンとスキーコントロールの幅を広げます。いかに速く滑るかということが大切になってきます。こうしたトレーニングによって、より自由で楽しいスキーが可能になるでしょう。ストレッチ、ベンディング、ステップの3つの抜重方法が実践的な急斜面ウェーデル、パラレルの中でどのように使われているか見ていきましょう。コブの中ではベンディングの動きが多用されます。斜面がフラットになればストレッチの動きになってきます。静止での高速ターンでは自然にステップの動きが出てきます。それでは渡辺三郎のスピーディーで軽快な滑りをお楽しみください。
でしたか？この3つの罰柔動作のやり方を分かっていただけたでしょうか？一番大切なことは、皆さん一人一人が試してみて、自分自身でスキーを感じることが大切です。そうすることによって、条件、状況の変化に対応することができ、スキーを楽しむことができます。やっぱり楽しむスキーが一番だよね。バス柔動作の3つのパターンを見てきましたが、それぞれのパターンをしっかり理解しトレーニングすることで、スキー技術のレベルアップを図ってください。また状況に応じたバス柔動作をするためには、斜面や雪質の違いを知ることも大切です。それには全体の流れを見ることによってイメージ作りをしてください。